小型無人機ドローン1機が落ちているのを官邸の職員が見つけ通報しました。警視庁によりますと、落下したドローンは直径およそ10センチで4つのプロペラがついているタイプで、機体には大きな損傷は見られないということです。